千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の西野、対するホークスの先発は右の石川、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の西野、マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは周東。第9球投げた、ボール。投げた、打った、流し打ち、打球はレフトの左へ、ファールボール。第3球はストライク。第4球を投げました、スプリットはボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打った、ライト方向へ持っていきました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには川瀬。背番号00。第9球ボール。投球これから2球目、スプリットはボール。投球は3球目、投げました、ストレートはボール。投げました、決まってストライク。第5球投げた、ストライク、アウトコース厳しい球でした。第6球は打ちました、いい当たり、右中間へ上がった、センター下がった、ヒット、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、川瀬ツーベース、マリーン先制のピンチを迎えます。左バッターボックスは3番柳田。背番号9。第1球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、インロー、ボール。第3球を投げた、インコース低め、ストレートは外れてボール。投げた、おっと打ちました、センター前に出る、取りました、ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。近藤、背番号3。第1球ボール。第2球投げました、打ちました、第3球を投げました、打ちました、ファーストこれは守備範囲内、山口一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。西野ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。マリーンズ立ち上がりを無得点に抑えています。右の石川、マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは荻野、投げました、インローへ、変化球外れてボール。第2球パワーカーブ、ボール。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、空振り。投球これから5球目、打った、ショートの右、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは藤岡。藤岡雄大、背番号4。第1球投げた、初球を打ちました、中村そのままベースに入ってツーアウト。バッターは3番角中。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、外角高め、際どい球、ボール。投げた、空振り、キレのある変化球。第4球を投げた、カットボールはボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、川瀬うまくさばいています、スリーアウトチェンジ。
石川、無難な立ち上がりです。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中村。第9球投げました。初球打った、破った。中村、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました。アウトコース高め、ストライク。少し迷ったか。投球これから2球目、低め、直球は外れてボール。第3球を投げました。決まってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げた、低めの球、見逃し三振。7番ショート今宮、背番号6。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げた、ボール。第2球投げた、まっすぐ空振り。少し意識しすぎたか。第3球スプリットはボール、外角へ。次は4球目、投げた、打ちました。ご注意ください。一塁牽制、タッチセーフ。次は5球目、投げた、打ちました。センター前進、掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました、マシンで捉えた、抜いていった、ライトからサードへ。三森、ナイスバッティングです。マリーン先制のピンチを迎えます。背番号19。第9球内角低め、外れてボール。さあ次の投球、ストレートはボール。第3球は外れた、ボール。第4球を投げました、ストライク。次は5球目、打ちました、ファーストの左。ファーストこれは守備範囲内、西野取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。西野ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のポランコ、投げました、インコース高めいっぱい、ストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。投球これから4球目、ボール。ホークスここは引っ張りに警戒します。第5球投げた、打った。第6球を投げた、打ちました。ファースト右横のゴロ、石川取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、初球から打ってった。打球は左中間に上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番岡。第9球投げた、打ちました、初球打ち。掴んでこれで3アウトになります。マリーンズ三者凡退に倒れました。2回の裏が終わりまして0対0です。ホークスこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは周東。第1打、初球を打ちました。山口一塁踏んでアウト。周東いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投球これから2球目、空振り。第3球を投げた、インコース空振り、追い込んでいます。第4球は外れた、ボール。次は5球目、投げました、打った、ライトへ上がった、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番柳田。第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、初球スプリット空振り。
第2球投げました。またも空振り。第3球はボール高め。第4球を投げました。低めの変化球ボール。第5球投げました。打ちました。投球はこれから6球目。打った。三塁線破った。ボールはセカンドへ。二塁タッチセーフ。柳田ツーベースヒット。マリーン先制のピンチを迎えます。第9投げた。初球打った。抜けた。センターバックホーム。近藤いいバッティングを見せました。マリーンなおもピンチが続きます。第9投げた。ストライク。マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。初球空振りから縦のスライダーボール。インコースへ。第3球を投げた。インロー空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた。スプリットはボール。第5球投げた。ストライク。空振り三振。先ほどのプレーです。西野ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは安田。第9投げました。初球空振り。第2球ボール。第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げました。カットボール。空振り三振。バッターは8番佐藤。第9投げました。ボール。第2球投げました。打ちました。5球は3球目投げた。決まった。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。低め外れてボール。投げた。変化球。空振り三振。2者連続三振。バッターは9番中村。第9投げた。初球から打ってった。中村バックしていった。落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。石川下位打線を三者凡退0点に抑えています。序盤終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは柳町。スプリットはボール。第2球投げた。打ちました。内野ゴロ。藤岡取った。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは今宮。第1打席はセンターフライに倒れています。ボール。第2球投げました。ボール。内角へ。第3球を投げました。スプリットはボール。第4球を投げました。あっと打ちました。打球は三遊間へ。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは8番三森。第9投げました。ボール。第2球投げました。外角低め外れてボール。第3球を投げた。流し打ち。切れていきます。ファール。投球これから4球目。ストレートはボール。低め。第5球投げた。打った。ショート右横のフライになりました。取りました。これで3アウト。西野3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって0対0です。マリーンズこの回は打順よく1番からの攻撳。右バッターボックスはトップバッターの荻野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球打ちました。柳田落下点に入った。取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番藤岡。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ストライク。いきなり151キロ。
第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。追い込んで第4球を打った、投球これから5球目、見送ってボール。第6球は打ちました、一、二塁間、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番角中、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク、ホークス、ここは引っ張りに警戒します。さあ次の投球、投げた、打ちました、ファールボール。投球はこれから3球目、アウトロー、ボール。次は4球目、投げました、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、角中ナイスバッティングです。マリーン、ようやく初ヒットが生まれました。バッターは指名打者ポランコ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、打った、第3球ボール。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー角中残塁に終わりました。4回までが終了しまして0対0です。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番甲斐、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球これから2球目、ボール。第3球は3球目、空振り、追い込んでいます。さあ4球目、147キロ直球、空振り三振。打順は1番に帰ってシュート、今日はライトフライとファーストゴロ、投げました、打ちました、第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、真ん中にストライク。さあ5球目、スプリット、見逃し三振。バッターは2番川瀬。第1球、縦のスライダー、ボール。第2球、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。次は4球目、投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投げました、打ちました、ファールボール。第6球はボール。投球これから7球目、打った、これはセカンド正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。西野、この回シャッと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山口、第1打席はセンターフライに倒れています。さあ次の投球、投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、空振り。第4球はカットボールはストライク。投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、外れてフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球見送ってボール。投げた、バントした、ピッチャーの左へ転がした、取った、一塁へ送る、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。マリーン先制のチャンスを迎えます。第2球投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました、ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。
投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、打った、これはショート真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。マリーンズ二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。前半が終わりまして0対0です。西野降板、マウンドに上がったのは坂本。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球打ちました、初球打ち、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の近藤。第1球投げた、ボール。第2球投げました、インコースのボール左へ、ファール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。さあ投球は5球目、打ちました、中村ボールを取る、一塁へ送る、アウト。近藤いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました、初球空振り。マリーンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、打った。投球これから5球目、打ちました、ファール。投げた、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。投球これから7球目、打ちました。投球8球目投げた、ストライク、見逃し三振。マリーンズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは中村、第1打席はファーストフライに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、アウトコース低め、パワーカーブ外れてボール。第4球を投げました、打った、追い込んでから投げました、おっつけて打った、ライトへの打球、ライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って荻野、今日はショートゴロとライトフライ、打ちました。第2球投げました、カットボールはボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。さあ5球目、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、荻野いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番藤岡、今日はファーストゴロとセカンドゴロ、荻野走った、投球ストライク、盗塁成功。マリーン重要な場面で盗塁を決めてきました。第2球投げた、ボール、インコースへ投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。次は4球目投げた、内角際どい球、ボール。投げた、ボール。次の球がラストボール、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ショートから一塁送球、アウト。マリーンなおもチャンスが続きます。第1球投げました、ボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。2球目空振り。第3球を投げました、ちょっと抜けました。さあ4球目外れた、ボール。第5球投げました、打った、レフト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
マリーンズ、ここまでまるっきりいいところがありません。中盤まで終了しまして0対0です。ピンチヒッターは井上に変わりまして、井上背番号40。第9投げました。初球空振り。第2球投げました。高め際どいボール。第3球を投げた。打ちました。センター前に出る。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番今宮。今日はセンターフライとサードゴロ。投げた。決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。打った。ファールボール。第3球を投げた。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。投げた。見送ってボール。次は5球目。三振。バッターは8番三森。これが3度目のバッターボックス。初球を打ちました。ショート正面。頭から滑り込む。アウト。スリーアウトチェンジ。満員の ZOZO マリンスタジアム、上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは指名打者ポランコ。今日は初球を打った。三遊間へのゴロ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は石川。第9投げました。初球空振り。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げました。打ちました。追い込んで第4球を打ちました。これはセカンドは正面。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番岡。今日3打席目。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。ボール。投球は3球目。投げました。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打った。第5球投げた。低め外れてボール。第6球を投げた。高めボール球打った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズ三者凡退に打ち取られました。7回までが終了しまして0対0です。坂本降板。右の西村、今日3人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。ボール。第2球投げた。打ちました。ショートバウンド、ボールを掴んだ。藤岡軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってシュート。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球投げました。真ん中ストライク。第3球変化球ストライク。高め。変化球にキレがあります。追い込んでから投げました。打ちました。第5球投げました。打ったに当たりだ。右中間へのフライ。ヒット。バッターランナー一塁、先発決定。二塁へ打った。バッターは一気に三塁へ。三塁タッチセーフ。シュート。スリーベースヒット。マリーン先制のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。マリーンズここで前進守備を敷きます。初球から打ってった。さあ、犠牲フライになるか。取りました。三塁ランナーはタッチアップ。三塁ランナーホームイン。ついにこの試合初の得点が入りました。1対0ホークス、やりました。これで勢いがつきそうです。バッターは3番柳田。これが4度目のバッターボックス。投げました。初球スプリット空振り。第2球
見送ってボール。投球は3球目。投げました、ボール。投球これから4球目。インロー見送ってストライク。追い込んで投げた、打ちました。一二塁間の打球、あっと弾いた。そして今拾い直した、ファーストのエラーが記録されます。先ほどのプレーです。ホークスダイソーを送ります。上林一塁に入りました。バッターは指名打者近藤。今日はここまで3打数1安打。投げた、投球ボール。ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。投球はこれから3球目。スプリットはストライク。第4球を投げた、外れた、ボール。さあ投球は5球目。打った、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって1対0、マリーンズここで先制点を奪われました。石川降板。ここでマウンドに上がったのは松本。今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、初球空振り。第2球投げた、スライダー、ボール。投球は3球目。投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、スプリットはボール。インローへ。さあ5球目、高めボール球打った、ピッチャー返し、抜けた。安田ナイスバッティングです。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは代打藤原。第9、一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。マリン大事な場面で盗塁を決めました。リプレイをご覧ください。ホークス外野は浅めの守備を取ります。第3球見送ってボール。次が4球目。投げました、決まってストライク。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、アウト。マリーンズなおもチャンスが続いています。さあここが試合の分岐点となりそうです。第1球投げました、打ちました、初球打ち。さあ犠牲フライになるか、掴みました。タッチアップからホームへ向かう、ホームイン。マリーンズゲームを振り出しに戻しました。1対1、マリーンズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。打順は1番に帰って荻野。今日はここまで3打数1安打。初球ストライクから、スプリットはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。打ちました、これはファースト正面、中村。1塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして1対1、マリーンズ同点としています。西村降板、右の沢村、今日4人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは中村。今日はここまで3打数1安打2三振。初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げた、高め、ボール。第3球を投げた、打った、フラフラッと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番井上。今日2度目のバッターボックス。初球すっぽ抜きました。第2球投げた、スプリット見送ってストライク。投球は3球目。投げた、高めストライク。ワンボールツーストライク。
追い込んでから第4球を投げました。打ちました。ライトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番今宮。第1球初球決まってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、あっと抜けた。今宮、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは8番三森。第1球投げました、初球スライダー空振り。第2球投げた、豪快に引っ張った、ファウルボール。追い込んで第3球をボール、アウトコース低め。さあ4球目、ストレートはボール。第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、三森ナイスバッティングです。マリーンピンチを迎えます。さあ、これが試合を決定つける場面となりそうです。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。打った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。第3球を投げた、打ったに当たりだ、打球は左中間に上がっている、ワンバウンドヒット、中継、3対1ホークスやりました。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。先ほどスリーベースを放っているシュート、投げた、外れた、ボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。次が4球目、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。左バッターボックスには川瀬、これが5度目のバッターボックス。投げました、決まった、ストライク。さあ次の投球、投げました、ストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第4球は打った、痛烈な当たり、ライト下がった、取って、これで3アウトチェンジ。9回の表が終わって5対1、マリーンズ4点をリードされています。松本降板、マウンド上は津森、今日3番手としてマウンドに上がります。マリーンズこの回は上位打線から始まります。トップバッターは藤岡、投げました、ストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、これは引っ掛けた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは角中、今日はここまで3打数1安打。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、左中間のフライ、取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは DH のポランコ。マリーンズ最後のバッターになるのか。第2球投げた、外の球、空振り。第3球を投げました、3球目空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。次は4球目、投げました、ボール。ホークスここは引っ張りに警戒します。さあ5球目、152キロ直球、空振り三振。マリーンズ敗れました。